います。お隣じゃないのか、上の川があるからお隣ではないのかな、下野市でございます。下野市からカンピ君登場でございます。とちすけ君疲れてるわけじゃないよね、大丈夫だよね。とちすけ君の目線が風、お客さんの目線になってるので、お客さんの方向いてあげてください。さすが下野市、カンピ君の登場でございます。じゃあカンピ君のご紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは、僕たちは下野市から来ました。ぴったりなんですけども、これは、何に見えますか、何に見えるでしょうか。これは何に見えますか、何に見えますか。はい、正解は、正解かんぴょうなんですね。かんぴょうなんですね。はい、実はですね、下野市は生産量日本一の、看病の生産量が日本一でして、看病から生まれた妖精のカンピ君というお名前なんですけども、はい、妖精でございます。それでですね、このカンピ君がかぶっている帽子からも分かる通りなんですけども、道の駅下野の駅長さんをやっております。おお、はい、はい、そして右の方にですね、葉っぱがついてます。ハート型の葉っぱがついておりますけども、はい、これに触れると幸せになると言われておりますので、はいはい、どうぞ触れ合う時がありましたら、はい、お触りになってください。はい、そんな神戸君のいる下野市は、3月20日から、第40回天平の花祭りが始まります。桜が、約500本、3月末までは薄摘み桜が、見頃を迎えておりまして、4月の、下旬頃までは、八重桜が見頃となっております。神戸君も喜んでいるみたいで、桜が見頃で、はい、そしてですね、40回の記念に任せてですね、ザ・タッチさんや、DB 芸人である R 藤本さん、アイデンティティなどのアイデンティティさんなどのお笑い芸人を呼びましてイベントもやりますので、はい、ぜひお越しください。それでは改めて、日時が天平花祭りが3月の20日から始まります。その中で、その中のイベントとして来てくれると、はい、はい、来てくれますね。どうぞチケットの方も販売しておりますので、詳細は下野市観光協会のホームページをご覧ください。はい、はい、それからですね、もう一つ告知がありまして、はい、その会場でですね、花祭り会場で3月21日から27日までの期間限定でリアル宝探しゲームというのをやっております。楽しいゲームですので、ぜひ参加してください。はい、来週のお彼岸から27日まで、はい、ですね。はい、花祭り期間中はイベントもたくさんいっぱいございまして、すごく楽しいですので、皆様もぜひ遊びに来てください。はい、はい、下野市のカンピ君でした。はい、